インターネットサービスとブラウザーについて説明したいと思います。そよくあの質問で、YouTube で例えばなんか取り消しができないとか、動画削除できないとか、コメントできない、いろいろあります。そのにそに、その見てるブラウザーあ、ブラウザーのバージョンが古かったりとか、あとスマホとか携帯でアクセスしてる場合があります。 まあ、いろいろなデバイスでアクセスできる。そういうふうにしてるのが、このサイト側なんですけど、やっぱし人のやってることだから、あの、得意不得意。そういうのがあると思います。例えば、あの、ブラウザーって今いろいろあります。あの、インターネットエクスプローラーとか、あとサファリ。アップルで言うとサファリ。あとは、f i フォックスとか、あとグーグルクロームとかいろいろあります。 それだけのブラウザーすべてテストをしてるはずなんですけど、やっぱし、あの当然、あの、アンバランスっていうか、あの、全部テストをしきれないところあると思います。特に最近ですと、ブラウザー側で JavaScript を動かして、それ実行するものが多いですので、あの非常にあのデバッグ、デバッグとかテスト大変だと思います。それに加えて、携帯とかスマホ、あとパッドですね。 パッドとかタブレット。そういうものにも対応していかないといけないです。非常に手間がかかるから、やっぱし人の、人の行う作業だから、あの、漏れがあります。まあ、だから、あの、一番いいのが、あの、標準的なアクセス方法。それでアクセスするのがいいんじゃないかなと思います。例えば、あの、モバゲータウンみたいに、元々携帯から始まったものですと、まあ、今硬いのは、携帯からアクセスするのが一番いいのかなと思います。 もちろんスマホ対応、パソコン対応って行われてますけど、まあ、あの、モバゲータウンだと、まあ、携帯がまだまだ一番い、一番いいのかなと思いますね。スマホとかパソコンからアクセスするよりいいんじゃないかなと思います。それと同様で YouTube の場合、YouTube の場合ですと、この Google Chrome、それが一番いいんじゃないかなと思います。YouTube でよくある質問で動画がアップロードできない、コメントできない、ありますけど、 g o Google Chrome それに変えてやればあの対策できるんじゃないかなと思いますやっぱし o g l e YouTube って Google の傘下ですのでその o g l e 純正のブラウザーまずそれでテストするんじゃないかなと思いますもちろんインターネットエクスプローラーとか Firefox でも当然動きますけどやっぱしテストの重点重点を置いてるのは Google Chrome なのかなと思います まあこれサービスによっていろいろ違いますので、どのブラウザを使うのがいいとは言えないんですけど、まあ最近のパソコンいろいろブラウザ入れてますので、このサービスに応じたブラウザそれを、それを使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにあの銀行取引系、銀行のファンバンクとか、あとあのインターネットバンキング、そういうものですと、やっぱ IE 以外ですね、インターネットエクスプローラーでアクセスする。まずそれでテストしてますし、 あと、ファームバンクのサイトによっては、このブラウザーが違うとブロックをする、そういうことを行ってますので、まあ銀行系ですとインターネットエクスプローラー、それが硬いんじゃないかなと思います。自分で解決できない人、いろいろそのインターネットとかのサービス、いろいろトラブルがあって、自分で考えて解決できない人はいわゆるスタンダードな装備、それがいいと思います。あのパソコンも Windows の今だったらセブン 7の OS に入ったものに、インターネットエクスプローラーの最新版、まずそれを入れるのが硬いかなと思いますそれ。YouTube の場合ですと、Windows 7プラス Google Chrome、そういう組み合わせだと思います。まあ、あの、作成する側に立ったシステム、それを使うことによって、いろいろトラブルが少なくなると思います。 まあ、好きなブラウザー選ばしてくれよっていう、そういう、あの、ことも測れるかもしれないんですけど、それは、あの、自分で問題解決できるようになってから、あの、やってください。それが私の、あの、意見ですね。例えば、Mac。Mac をも、Mac を使いたいということだけど、まあ、パソコンの知識ない。だったら、Windows の7を搭載されたパソコンを買った方がいいと思います。 例えば、あの説明で、で自分が Mac 持ってるとして、それでなんオ、オルトキーを押すって書いてあった場合に、もう頭の中の脳内変換で、この Mac、Mac オルトキーっていう名称はないけど、あの別のなんか、キーがあります。それに変換される、それが自然にできる人であれば、ちょっと違う環境を整えてもいいですけど、もう私は進めないですね。 わからなければ、あの、スタンダードな装備。それで揃えとくのが一番だと思います。まあ、以上です。